まずですね、クラゲビッツそのもので言うと、はい、現在でも使える理論だということで、はい、軍事の世界では言ってると。これの話もしちゃっていいんですか、はい、日本の中ですごい問題なところがあってって話をちょっとしたいんですよ。はい、そうですね。でね、僕、帰ってきたわけじゃないですか。はい。はいはい、で、なんか、あれ日本随分クラーゼビッツ否定が多いなと思ったんですけど、うん、その、はい、まあ、クラーゼビッツ主義者のバリバリの先生に、一番クラーゼビッツ使ってる多分人ですよ。はいはい、の人に学んで帰ってきたんで、しかも地政学も学んで帰ってきたんで、ね、ちょっと驚きましてですね、はい、あれなんかおかしいな雰囲気と思ったんですけど、はい、まあまあしょうがない。まあ、クラーゼビッツ、どうなんだろうって聞いたらですね、はい、まあとにかくクラーゼビッツは否定するんだみたいなことで、うん、クラーゼビッツ批判してるんですよ、うん、はいはいはい。で、それ見ててですね、うん、まあ、その関係者の人たちが、マーチン・ファンクルフェルトの戦争の、うん、今、翻訳出てますけど、はい、戦争の、変遷という本を出したんですよ。はい、日本の、だからその知的伝統としてクラーゼビッツを否定するっていうのが、かなり戦略系の人たちの間では、2000年頃からここ10年ぐらい、メインの流れとしてあったんですよ。はい、で、その彼らの元にしてたのは、ご本尊は、うん、マーチン・ファンクルフェルトとしたんです。そうだった。この人たちが、このクレフェルトの議論を引っ張ってきて、クレフェルトも言ってるんだろうと、はい、三位一体が今実はもう成り立たなくなってる、はい、その三位一体何ですかというと、すみません、ちょっと出していただきたいんですけど、それ終わらせた方がいいんじゃないですか。それの話なんですよ実は。もともとのクラーゼビッツは、はい、うん、三位一体を、うん、ガバメント・ピープル・アーミーと、はい、政府と、うん、これ大丈夫ですか。大丈夫、うん、はい、はいはい、政府、国民、軍隊ですよ、うん、この3つを、まあ、クラーゼビッツの三位一体というふうにみんな言ってるわけです、はいはい、政府、まあ、政府国民軍隊です、うん、はい、政府国民軍隊、うん、ところがですよ、うん、問題はですね、うん、クラーゼビッツは確かにこれが一応、うん、戦争に関してはいっぱい一番重要だよ、はい、でも、うん、クレフェルト自身は、うん、この三位一体が、の構造は崩れたと、うん。なので、クラウスビッツもダメだというふうに言ったんです。うん、はいはいはい。これわかります、うん、これがダメだから、クラウスビッツこれ言ってるから、うん、クルフェルト自身は、ああ、こんなのもうクラウスビッツ時代遅れだよと、うん、はい。今の時代は、これからまあテロとかそういうのあるから、まあ、政府とかもう軍隊と関係ねえだろ、はいはいはい。ところが問題はですよ。うん、これ問題は、はい、クラウスビッツ自身は、うん、実はさっきのやつ、この別のやつ。それはただ単に表に出てるだけであって、はい、こっちが重要だって言ったんですよ。はいはい、本当はこっちの方が真ん中の方にこれ来る、はいはいはい、わかります。クラーゼビッツ言ってたのは、政府国民軍隊っていう構図はですね、はいはい、実はこっちの方が主であるというふうに言ったんですよ、はい、はいはいはい、わかります。政府っていうのは理性があると、政府は理性を司るところであると、はい、でチャンスは軍隊が使う、うん、はい、これ情熱なんだと、はい、そうです。これは国民が情熱で後押しするもんなんだと。はい。ちょっとこれ、ね、はい、学問的に難しいかもしれないです、うん、クラウセビッツはですね、うん、こっちがナンバーワンで最初なんですよ。で、それが派生したものとして、こう現れるよね。でも、クレフェルト自身はですよ、ご本尊はですよ、日本のクラウセビッツ否定派のご本尊であるクレフェルトは、こっちしか見てなかったんですよ。はい。で、こっちの構図が今否定してるから、はい、否定されてるから、うん、今の戦争観っていうのもクラーゼビッツの戦争観もダメだろうと、いうふうに言ったんですよ、はい、うん。で、この間聞いたんですよ。うん、僕、クレフェルトに、はい。クレフェルトさん、あなたこう言ってるけど、うん、実はこの構図ってクラーゼビッツ自身はこっちじゃないの、うん、って聞いたんですよ。はい、クレフェルトも、いや、俺実は間違ってたよ。はい、こっちの方が正しかったっ。はいはい、クラーゼビッツもこっちだって言ってて、うん、こっちは俺こっちの方すごい注目して批判したけど、実はこっちだったってことを言っちゃったんですよ、うん、僕それ二人もう一人いたんですけど、はい、一緒に学会の人で一緒に行って聞いて、はい、うわクラーゼビッツとうとう認めちゃったと、うん、つまり日本のクラーゼビッツ否定派の人たちのご本尊がですよ、はい、間違えちゃった、読み違えてたということですね。そう、読み違えてたということ、クラーゼビッツのものを読み違えてましたというふうに言って、はっきり告白してました、ここ僕に。はい。で、まあ、国際的な議論では、はい、クレフェルトはもともと発体量が悪かったわけでしょ。まあ、まあ、はい、まあ、はい、てか、まあ、まあ、戦争新しくなったってところでは、まあ、よかったのかもしれないですけど、実際それどうなんだよという、はい、勘違いをしてたってことを認めちゃったんですけど、はいはいはい、日本の人たちは、うん、まだそのクレフェルトの、知らないと、はい、そう、クレフェルトのこっちだけ認めてて、はい、まだ未だにこっちずっと言ってるんですよ。はいはいはい、
いや、クレフェルトもこう言ってたしとか言って言う人たちばっかりなんですけど、うん、ちょっとそれっておかしくねっていうのを俺、うん、僕認めちゃったんですよね、はい、あ、そうです、今紫さん書かれてますけど、はい、こっちが本当は本質であってこっちは現在派生して出てきてるもんだ、うん、でもクレフェルトはこっちが否定されたからクラウセビッツも否定されただろうっていうふうに見てるんですけど、はい、実はクラウセビッツ自身はこっちだって言ってるから、うん、そもそも勘違いしてるんですよ、クレフェルトの批判はね、うん、はい、うん、ってことをクレフェルトも認めてるし、うん、クレフェルト自身は公式の場では言ってないんですけど、はい、反論してないんですよ、うん、彼自身も、うん、こんだけバンバン、はい、あのクレフェルト間違ってるって言われてるのに、はいはい、彼自身はもう発言やめちゃってて、はい、もういいやみたいな、ちょっと逃げてると逃げてるんですよ完全に、はい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 、っていう話です、はいはい、で、まあ、要はあのクラズビッツっていうのは、はい、未だにずっと研究されてて、はい、で肯定派と否定派もいたんだけども、はいはいはい、肯定派がもう今主流になってるというのがまず一つあります、はいはい、で奥山さんの師匠なんかのコリン・グレイなんかはもう当然クラズビッツ肯定派で、はい、そうなんです。で事実上、はい、その人たちが政権アドバイザーとかそれをガンガンやってる、まあ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 そうなんですけど、はい、でただここで問題なのはですね、はい、日本ではそういう国際標準の、はい、うん、議論がされてなかったり、はいはい、論文で反論し合ったりとか、はいはい、そういう戦いをしてないまま、はいはい、変に輸入して、あと独自解釈で本が出てるというところが問題だということですね。はいはいはい。はい、そういうことですね。なので、この理論っていうのをちょっとちゃんと日本で、うん、やっていかなきゃいけないんだけれども、はい、本当、なんかクラゼビッツ本っていうのはめちゃくちゃな本がいっぱいあって、なんで間違えたかとか、うん、そういうのをちょっと今回 CD にしてまとめたと、そうなんですよ、はい、いうことなんですよね、はい、今回出した CD って、で、なんでまとめたのか、間違えててこうなのかっていうのをちょっと聞いていただけたら、うん、大体あ、なるほどねと、はい、こんなねじれがあったのかと、そうですね、うん、はい、いう、まあ、クラズビッツが途中で死んじゃったというのもあるし、クラズビッツの戦争論の大きな間違いはですね、はい、大きな間違いというか、皆さん勘違いしてるのはですね、はい、あれ、未完の本なんですよ、そうですよね、はい、本人自身もこれ、完成してないって言っちゃってるんですけど、まあそうですね、はい、その間に死んじゃったわけですからね、はい、そうです、そうです、はいはい、ということで、まあ、今回作った CD では、国際議論の入り口まで、はい、何とかいけるように作ったと。で、今回は、なので、こっちを非常に重視してですね、はい、解説してるんですが、はい、これを、ちょっと、まあ、そうですね、応用してみましたと。クラズビッツの三位一体っていうのは、この、まあ、ちょっとエッセンスを学んでいきましょうというのが今回の特番で、はい、ちょっと簡単に、そうなんです。簡単に、まあ、こう、結構使えるよと、はい、いうふうにやっていきたいなと。そうですね。これが重要だってことを、まず皆さんにちょっと頭を置いといていただけるんですけど、はい。はい、じゃあ次行きましょう。ある、買った、はい、方、からですね、クラズビッツを紹介して読んでるうちに地政学講座のクラズビッツの CD を先に購入しましたが、はい、ビジネス応用編っていうのも、まあ、2部作でね、はいはい、ビジネス応用編っていうのも作ってますんで、それを聞いて、はい、クラズビッツの CD も聞いて、うん、まあ、先にねそのクラズビッツのでっかいのを聞いてよかったなというふうに、はいはい、ステマ的な文章をまたいただいております。いただいてますか、ありがとうございます。そういう方もいらっしゃいます、はい、で、はい、要するにこれ女性の方なんですけど、女性分かる。クラズビッツの CD 買って CD で聞けば分かると、はい、分厚い、はい、クラズビッツの本っていうのは、はい、普通に買ったら歯が立ちません。戦争論ね、はい、戦争論あれは、はい、人たちも解釈でめちゃくちゃ間違えて、はい、もう変な、まあ、普通読んでないですからね、読む気もしないし、はいはい、読んだところで、ちょっと間違ったところにいっちゃう。で、なぜ間違っちゃうかっていうのは、はい、まあ、CD にも書いてるんですけど、はい、でも話してるんですけど、はい、もうとにかくそのエッセンスの一つでも今日は、うん、ということでこの三位一体メインの、話をちょっと、はいはいはい、で、まあ、このクラウゼビッツの三位一体というところは、うん、このまずこの政府国民軍隊というのはありますというところですね、はい、そうなんですよ、はい、で、これ先ほど言いましたよね、国民で戦争するんだと、はいはい、これは普通に、うん、皆さんだから普通の一般的な解釈であり、はい、その人たちもこう騙されてしまった、はい、まあ、の方も未だにこれを信じてる、はいはい、こっちのが本質だというふうに思ってる政府国民軍隊、はいはい、これが普通の三位一体です、はい、ところが、はい、ところが、これ奥山さんが言う、はい、真の三位一体はこっちだと。真の三位一体。はい。まあ、三位一体というか、もう、クラウゼビッツ自身が書いてますから、そう。真の三位一体だった、はい。真の三位一体。理性、情熱、はい、チャンスです、はい。こっちが、はい、重要なんです。はい。はい。そうですね。はい。でですね。はい。これを
ですね、はい、まあ分かりやすく、これ応用編なんで、うん、ちょっと応用してみたらってことなんですけど、はい、そうですね。はい。はい、これ、じゃあ実際に、じゃあ新三見たよ。情熱、そうですね。新のから今度は新三大っていうかまあ、新三見一体。僕、まあもそうですし、和田さんもそうなんですけど、はい、実はこういうふうに考えてたんですよ。ノウハウですね。はい、それから情熱、才能と。ここがちょっとね、はい、多分これ CD でもちょっと解説かなりしてるんですけど、ね、はい、はい。何がどう重要なのかと。そうです。これね、なんと説明したらいいのかっていうところですね。はい、そうですね。まあちょっと、要するに、